これからですね、東京南多摩五市、オープンデータ活用推進イベント、アイデアソンの方を開始したいと思います。皆様こんにちは。非常にたくさんの方にご参加いただきましてありがとうございます。ちょっとこの部屋熱気でムンムンしてるんですけれども、ご了承ください。はい、今日はですね、皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました稲城市の総務部長鈴木でございます。本日はこのように多くの皆様に稲城市で開催するアイデアソンにご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日の開催を迎えることができ私どもも大変喜ばしく思っているところでございます。さて、私ども稲城市は八王子市さん、町田市さん、日野市さん、多摩市さんとともに南多摩五市と呼ばれ、多くの事業や政策などでもさまざまな協定を結ばさせていただいております。この事業につきましても、昨年度から協定を結びオープンデータの利活用を進めているところでございます。ご承知の通り近年国においてもデータ活用ということの重要性が強調されてきまして、実際にビジネスの現場でも、このデータサイエンスという分析のスペシャリストの方も多数いらっしゃると聞いております。経営を進めていく中にあっては客観的なデータを活用することはもはや必須になりつつあるとも言われております。このような中で私ども行政といたしましても持っているデータを無償で使いやすい形で積極的に出していくというオープンデータの取り組みを進めているところでございます。本日のアイデアソンはオープンデータのイベントということで特に観光や、レクレーションという大きなテーマ、として、観光レクレーションとして、という大きなテーマとして、自由なご意見をいただきたいと思っております。4時間という、短い時間ではございますがこのイベントが皆様にとって、有意義な時間になることを願いまして、私からの挨拶とさせていただきます。ぜひ本日はアイデアソンで、皆さん大いに楽しんでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。部長ありがとうございました。ちょっと部長さんですね、この後も業務があるということでちょっとここで退席させていただきますけれども、続きまして、事務局からのちょっと会場の案内とかですね連絡事項ありますので、南多摩五市、稲城市以外の南多摩五市から来たよっていう人。おー、なるほど。じゃあ南多摩五市以外から来た人。おー、なかなか。都内23区から来た人。おー、なるほど。東京都以外から来た人。ねえ、あとは、はい、埼玉県から、ありがとうございます。
そしてありがとうございました。今文化庁の山田でございます。今日ですね、迎えにあたって五市では、様々な検討を進めてきました。でその中でですね、やっぱ特に心配してたのがどんだけの方が今日この場に来ていただけるかってことがやっぱどうしても危惧するところでございました。今日迎えになってここには学生の皆さんとかですね、あとは私たちが予想を本当に上回るような形で一般の参加者応募者も来ていただいております。中には先日行われた東京都のアイデア層を参加されて、やっぱこういうの興味があったということで今日改めてこちらに来ていただいている方もいらっしゃいます。本当にそういう面では私は特に嬉しく思っております。また今日ですね、本日一日ファシリテーターとしてご進行いただいた榎本様、そしてインプット情報としてご提供いただいた、魂の銀行の中西様、そしてあとこの御所のためにですね、忙しい中各今回は参加者として各テーブルに配置いただいた皆様、御所を代表して改めてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。今日一日を通してですね、やはり御所で抱えている地域課題というのはそれぞれ持っております。なかなかまあ恥ずかしい話、各市の中でですね、それをなかなか解決できない問題多々持っております。ただ今日こうやって見させていただくと、私たちが本当できないものをわずか数時間、逆に本当数十分で出していただいているというのは、やっぱここにいる皆さんの力というのは改めてすごいなと思います。この1日、今日半日ですけど、この参加いただいて、少しでもそういう地域課題とか、またいろいろオープンデータを介して、何かこの行政の方にご協力いただければと思います。今後ともよろしくお願いします。本日はありがとうございました。